釜山のクックアップのお店で注文困ってたら韓国の方が助けてくれた。よかった、マジで。変なことしなくて。ケイチ、俺ちょっと韓国行ってきたらさ、やべえやつら俺に声かけてさ、帰るって言ったよ。これ一体どういうことよ、ケイチ。お前が謝れって言ったら俺なんかもうめっちゃ困るけど。あ、マジでごめんなさい。本当に今回だけど勘弁してください。本当にごめんなさい。謝るつもりあるけど。いい思いできてよかったっすね。いや、韓国人ってさ、実際外国の人となんかオフラインで会ったらなんか優しいと思うけどな。冷たくはないね。助けないとってなんか思ってる人めっちゃ多いと思う。日本とそこはそんな変わんないんじゃないかなと思います。俺の人生でまだ冷たくしてるやつ見たことない。外国人に。日本人は見て見ぬふりが多いんじゃないかな。違います。20代、30代の男性の方が手伝ってくれた経験が多い。俺の中では。日本住みながら。そこの3割ぐらいは、用事が終わって、ありがとうございました。助かりましたって言ったら、大丈夫ですよ。ところで、ケイさんですよねって言われてた。日本の生活マジ面白い。すごいんだよな。最初言わないですもん。全部仕事を手伝ってくれて、最後言うんだよな。どう我慢するんだろう。俺だったらね、最初から顔見てしてたら、あー、ケイジですよね。見たことあります。ケイジですよね。って俺最初から言っちゃうかも。日本の方々はなんか、最後に言ってくれるんだよな。普段かけないように。マジ優しいわ。俺だったらもう、ガチガチのキモすぎゴースティングするでしょ。最初から。スナイプします。G です、G。知ってますか？いや、ね、知らないですよね。G したから。ごめんなさい。すぐなんか自分のことアピールするけど、俺だったら。日本の皆さんは違いますと。でもあれなかなかね、エバレージってさ、日本がマジで高いわ。あの教育ってさ、家でするの？それとなんか、社会の雰囲気がそれをなんか、まあ自然の流れでそうなるのかな？学校とか。いやだってなんかもう日本移住してきた時に秋葉原のヨドバシでレジの方となんか話してる時に「カトマスお疲れ様です」って言われてから最後マジでびっくりした。そのちょっとなんかどんな買い物を買って生活しようとしてるのかもう全部バレちゃったもん。マジおもろかったもん。あれにも救われましたね。でもああこれから本当に日本生活始まるんだって思いながら、あの時払ったお金の量もなんかすごかったからさ、いやこれからマジで頑張らないと、過去決めて5年10年考えて生活に始めようとしてるから、家具とかもなんかいいもの全部買わないとって思いながら払いますって言ったら、それでそのタイムで言ってくれたんですよ。いやマジで救われた。中国倒したぞ。アジアンゲームの話ですか？アジアンゲームのその韓国の話ってさ、韓国のニュースになんで上がってこないんだあれ。ちょっと見たくて調べてたんだが、なかなか出ないな。YouTube で調べたら出ますか？やべえ。あれ3人組だったけど、金メダルだったら徴兵免罪だったはずなのに、最後1人がセレモニーしたせいで、残り2人も軍に行くしかない？スポーツ選手がさ、もちろん軍に行くのもなんかマジで大変だと思うけど、絶対行きたくないとは思いますけど、もっと大変なのは一番フィジカルがいい年に行ってしまうからさ、あの2年はマジでもう戻ってこない2年なんですよね。ああ、いや、あれはもうとにかく金メダルがないから免罪じゃないですね。その身もあれじゃないですか。軍免罪できた瞬間、給料めっちゃ上がったんじゃないですか、もう。サッカークラブで頑張ってケアしても、イメージ的にはまあ、いずれ行ってしまう選手って、本当にマイナスがすごいですね。だからその身が、軍に行ったら、もうトットナムのキャプテンになれなかったでしょ、絶対。トットナムのリーダーになったのが今、軍に行かなかったからでしょ。軍隊行かされたらもう、今はスパースにいないんじゃないかな。ケリア・ゼウス、軍に行かないです。金メダル今回取ったんで、フェイカーも行かないし。フェイカーはもう給料めっちゃ上がったかも、これで、また。中国行ったらもう15億円でしたっけゲームする選手が15億円って、やばいんだよな、マジで。だからそこで BTS が行くのもちょっと面白い。でもその基準立てるの難しいですね、本当に。俺は行かなくていいと思うけど。でも韓国には絶対なんか、俺は行ったのになぜ君は行かないのって。考えるマインドの人が多いから。でも俺、彼らはなんか非難したくもない。ちょっとまあ、クールではないな、まではまあ、仕方ないと思うけど、クールではないのはまあ事実ですから。誰がどう見ても BTS ってもう行かなくていいじゃん。他のスポーツ選手が金メダル取っていかないんでしたら。いや、そう簡単じゃないんだよな、マジで。誰が行かないっていいって決めたの？俺たちみんな言ってたのに。アイドルがよ。自分たちのために頑張って、自分たちが好きでダンスして、自分たちでファン増えて、ドル稼いだのに、それでいかないのおかしいよねって。おはよう。こっち来て！こっちに来て！あ、来ないで。やばいマジで、孫ちゃん。皆さん、孫ちゃんが今、防音室の部屋、ドアを開けて、こっちに来てってしたら、下着で今、来るとしたんですよ。危ないって。大胆なムーブを抑えました、俺は。ああああ、ビットコイン。スケート選手、セレバニーで取れなかった金メダル、俺が今取りました。あれねえな、マジで。いやー、でも韓国の雰囲気的にあれ大丈夫かな。くっそ炎上しそうけどな。日本でもあれブチ切れます？さすがにブチ切れるか。自分の国の選手がそうなったら、もう、選手引退。引退までじゃないか。韓国はあれでも引退までではないですね。まあ次の 4年準備ちゃんとして、そこでちょっとなんか返すように。実力者でしたらね、選手本人がメンタル破れて、まあ、やめたらしゃあないけど。いや、でも本人が一番きついだろう。韓国のその、スケートのファンの方々がいないから、まあ言えるかもしれないけどさ。まあ一番やっちゃいけないタイミングでミスしたのはまあ間違いないけど、あれはミスした本人が一番大変なんだろう。自業自得だから、どこにもなんか文句は言えないと思うけど、かわいそうなところもありますね。甘かったけど。俺はなんか、いつ自分が許されないか許してくれるか、ギリギリなラインのミスを、どのタイミングで、まあ、するかしないか分かんないから、他人がなんかミスを起こした場合、なんか強気では責めることはちょっと無理だな。俺がなんかそういう時になった場合はめっちゃ恥ずかしくなりそう。いや、俺軍の中でもそうでしたね。俺の部下って言えばいいのかな。たまになんかもう問題起こしたりするから、あの時はなるべく責めなかったですね。本当にダメなやつはもう自分が何回ミスしても気にしなかったりするのは見たらさすがに俺はブチ切れるけど、自分がなんかミスしたりしても大体自分は分かってるんだよな、それ。長くなんか文句言ったりしなくても、許すの大事ですね。日本はなんか、待機時間だったり、になったら何します？俺の場合はサッカーメインでやってるけど、サッカーなんかアニメとか見たらさ、男の子たちがなんかサッカーして、勢いのサッカーゴール入れる姿見て、ギャーってしてくれるけど、俺の高校生活はもう男しかなかったんだよな。女の子が学校にいなかったですね。絶望しかなかったです。だから日本はそれが羨ましいんだよ。中学高校男だけ見ながら学校の生活して大学行ったらなんか女の子とイチャイチャするじゃん。だから俺らまだ残ってるからな、そこで。中学校3年、高校3年、大学1年だけ夢みたいな生活、たった1年やって、また軍で2年男だけだから。マジで意味わからん、あれ。横の学校はあれだったよ。あれなんて言います？男女の子一緒に勉強する学校って。共学ですか？男子女性を含めて呼びやすい表現ってなんかないですか？韓国は男子女性でしたら男女って言うんですけど。あ、なんで一緒じゃねえかよ。男女共学ってこと？韓国はそう言います。はい、一緒じゃねえかよ。まあでも俺はみんな男だったから、ちょっと悲しいところもあったんですけど、逆に良かったのもあったんで、中間テスト終わったらなんかね、20人30人はちょっと言い過ぎかな。でも25人もマジであったわ。25人で大移動したことある。みんなでネットカフェ行きました。あれはマジおもろかった。ネットカフェの社長がなんかめっちゃ困ってました。なんだこの人数は。席ないよ。怖いものがなかったんだよな。なんか。みんなでブワーってなんか行動したら何も怖くなかった。クソガキでしょ、クソガキ。